こんにちは。今回はですね、キャプテンスタックの、ステンレスファイヤーグリルという商品を購入しました。1台で3役使えるということで、焚き火、次にバーベキュー、それとあとダッチオーブン、この3役ができるそうです。主にですね、キャンプの際に焚き火をしたいなと思って購入しました。まあ普通にこういう感じでですね、焼肉なんかもできるんで結構便利なんじゃないかなと思います。とりあえず中身はこんな感じになってるんですけれども、ちゃんとですねバッグがついてます。これは持ち運びに便利なんでちょっと嬉しいところかなと思います。底の部分の網になるのかな、これはなんですが、結構ですね太めのステンレスでできてて頑丈そうですね。とりあえずまずは中身を全部出してみました。いろいろありますが、まあ、とりあえずこれがスタンドになります。でこれが、本体外側部分ですね。一番下からバーベキューの網、それとこれが一番底に敷く底板ですね。でその上に敷く目皿というらしいです。燃料用と書いてありました。ではちょっと組み立ててまずは見てみましょう。とりあえず作ってみました。こんな感じになりますね。このですね、目皿ですね、目皿のところと一番下の底板のところまでは指が届かないぐらい間があるんで、結構風通しもいいんじゃないかなと思います。この辺から多分風が入ってくるような設計になってますね。なかなか付き具合も良さそうな感じがしますね。これは一番上を乗せればバーベキュー用の網を乗せれば、とりあえずは、こんな感じでバーベキューができるそうです。結構ですね、手の大きさがこれぐらいなんで、まあ大きさとしては十分じゃないでしょうか。おそらく2人か3人ぐらいですかね、多くて3人ぐらいかな、3人ぐらいのバーベキューができるスペースが確保できるんじゃないかなと思います。この網なんですけれども、まあ、ご覧の通り結構特殊な形状をしてるんで、替えがあるのかどうかはわからないですが、まあ綺麗に洗いながら使ったりすればいいんじゃないかなという感じですね。まあ基本的にこれは焚き火台として買ったんで、バーベキュー用途としてはあまり考えてないです。一度ですね、これを折りたたんでバッグに入れて見てみたいと思います。全部折りたたむとこんな感じになりました。これをですね、こちらのバッグに入れることができます。バッグの中に入れてみました。とりあえず全部収まってますね。綺麗に収まるんで、このまま持ち運びができて便利かなと思います。ただ結構ですね、重さがやっぱりあるんで、片手で持ち運びはできますけれども、そんなすごい軽いっていうわけではないですね。男性であれば問題ない重さなんじゃないでしょうか。ということでですね、近々このステンレスのファイヤーグリル、焚き火台ですね、これを使って、実際に焚き火を取ってみたいと思うんですけれども、薪ってどこに売ってるんでしょうかね。ホームセンターかな、やっぱり。とりあえずまず底を探すところから始めてみたいと思います。とりあえずは